吉原遊郭で働く遊女の厳しい掟、吉原には厳しく禁止されていることがあった。それは心中、足抜け、枕嵐、起床門乱発、閣内での密通、阿片喫煙など。心中とは男女が互いの愛情の不変を示し一緒に命を絶つこと。足抜けとは遊郭から逃げ出そうとすること。枕嵐とは遊女がお客の財布を盗むこと。起床門乱発とは起床門は遊女からお客に宛てたラブレターのことで、これを乱発すると悪質な客引き行為とみなされるということ。閣内での密通とは遊郭の男性従業員や遊女の恐怖を正規の料金を支払わず行為をすること。阿片喫煙とは麻薬をキセルを使用して吸うこと。これらが吉原遊郭で適用された遊女の掟だった。遊女の掟を破った者は素っ裸にされた上に荒ごもに包まれ上官寺に投げ込まれたそう。